皆様こんにちは、ドラムの沢井春奈とギターの牧野由紀子とアルガンの小林沙織です。はい、今日も始まりました。ジェシー&シープレゼンツハッピーサニーデイアフタヌーン、イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、この番組はジェシー&シーがどこまでもゆるくゆるくゆるく喋り続けるなんちゃってトーク番組でございます。今回のメインパーソナリティを務めますのは、盛り上げお話担当、あ、ドラムも沢井春奈です。ガヤ担当、ガヤ担当、あと、笑い声担当。間違いない。本当に、前回のラジオ、あ、前回、前々回のね、ラジオでは本当にすいませんでした。笑ってばっかり申し訳ございません。いつもいいじゃないですか。もうライブでもすいません。もうずっとこの間もね、ガヤばっかり入れてたんですけれども、はい、ということでそのライブのお話をちょっと言ってみたいと思いますけれども、先日6月24日は、シアタージャスで、レコ発リベンジライブがありましたね。はい、はい、ましたね。その日のプロデュースを務めてくれたのは、何を隠そう、ギターのマッキー。はい、ありがとうございました皆様。うん、おつぼん、うん、ジェシー&シーでライブするのほんまにその4月 の、 あの緊急事態宣言が発令される直前のあれ以来だったということで、まあめっちゃ久しぶりやないですか。久しぶりやった。サオリンはそう、この前めっちゃ久しぶりに会ったっていう。そうそうそう、あそこで、ね、え、何かライブでこの前、ね、あ、ね、そうそう、うん、そうですね、そうそう。でもサオリンマジ久しぶりやったもんね。え、ほんまですね。いや、もうどうでしたよ、久々のライブ。楽しかった。楽しかったね、やっぱりね。このサオリンさんがいるのって嬉しい。まあ、それにつきますよね、マジでね。うん、なんかね、反応してくださるのがすごい嬉しいですよね。なんか配信とかも別に悪いって言ってんじゃもちろんなくて、やらせていただけるのはありがたいんですけど、こう目の前にお客さんがいるとそのレスポンスがすぐ分かるっていうのがやっぱね、いいですよね。うん、MC やって笑ってもらえたりとか、滑ったり、いやいや、もう日常茶飯事ですから、もう笑いのスキルも鍛えていきたいところです。いや、ほんまね、ちょっと滑ったらやっぱへこむもん。え、滑ったっけ。そんな滑ってないかな。うん、滑ってへん、滑ってへん。そんな淡々と MC 喋ったなと思った。え、そうですか。あ、ゆきこさん的な、何、時間のゆったり流れる感じの MC すごい好きなんですけど。そう、ゆったりゆったり、なんかゆきこぶし聞いてましたよ。全然って無音にビビらへんからな。うん、それは素晴らしい。いや、マジさすがっす。みんなやっぱな、無音になったらさ、怖がるやん。そうそう、いや、怖いよ。もういいかってなるもん。これが流儀ですな、ゆきこぶしの。まあね、この辺は性格出ますよね、やっぱね。いや、ほんまね。だって春菜とかさ、ドラムでブワー叩いた後にもう間髪入れずに、はい、ありがとうございましたって言うやん。言う。もうなんか、はぁはぁ言いながらさ、はい、ありがとうございます、はい、みたいな。あ、それに近くてはもうね、MC を任せてるこちらが申し訳ない。そんなことない、それが見たい感じも若干するもん。あ、マジか。でもなんか、何やったかな、去年のケイズかな、なんかめっちゃ笑ったもん。めっちゃ頑張るやんって思って。いや、頑張るよ、だってそら喋んなきゃみたいな、もうダメ、絶対みたいな。ドラマやからな。そう、休むまないですもんね。そう、ずっと刻んでるから、基本埋めていかないとあかんから。そう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 、もう全部埋めていきますよ。いや、もうほんまね、7月も楽しみですよね、ほんと。いや、ほんまに、ね、その日は春菜さんプロデュースね。そう、
もうトーク&ライブですね、これは。トーク&トークじゃなくて。いやいや、ライブせんのかい。堂本兄弟みたいにさ、なんかもうみんな椅子並べてさ。はい、真ん中、春菜とトミーさん。それいいな。やろうかな。やろうや。やらんわ。やらんなんか、ね、でも、うん、その一人一日プロデュースじゃないですか、うん、やろうと思ったらできるもんね、今回ね。できるできる。いやだってプールの穴をついたら、あの、うん、一人一日プロデュースのプロデュースの人は喋らなくてもいけるからな。あ、それね。そういうことか。そう、え、ちょっと今日春菜やっぱ喋ってみたいなのをできるなって、あのライブの前日に気づいた。それね、お前やね。そうか、いけるんじゃねえみたいな。もうもはや私もこんだけ喋りますって言って言うてんのに、あ、うん、じゃあ当日サオリンよろしくって言って。もう本番いきなり言うとかね。気づいてしまった。もうその日はもうその人が女王ですからね。そうやね、ですね、私らは奴隷。そう、奴隷。奴隷違うな。そうって言ったけどちゃうわ。ちゃう。なんて言うやろ。ちょっと、まあ、なかなか言葉きつめですけど大丈夫ですか。大丈夫。すみません。神やからな。まあな、神やから。神やから。いや、ていうか、あのライブ始まる前に喋りすぎやん。いや、ほんまそれやで。もうライブ始まる前の方がうるさかったやん。それはある。お客さんもうるさくしてすみませんでした。いや、ほんまにな。でもめっちゃ話おもろかったもん。面白かった。いや、ていうかね、久しぶりに3人で集まったらやっぱこうね。うん、嬉しいじゃないですか。だってだって食べたいんだもんみたいな。でしかもみんなネタをさ持ってくるからさ、もう面白いネタを。そうですね。なんでそれ本番前に言うみたいなさ。本番でそれをね MC で話したよかったのにみたいな。絶対おもろかったのにみたいな。だいぶ前喋んない。なんなん仲悪いって言うから。いや、仲悪いやろ。仲悪いよね。別々のとこでもあるし。そう、ホテルな。ホテル別。笑った。ほんでそのマッキーがね、あのライブ中にもう散々もう先導言ってたと思うんですけど、あの軸がもうすごい歪んでましたよね。はい、もう何回でも言う、本日は4月26日日曜日お昼です。もうね、圧がすごいよな。誰が何と言おうと今日は私が一番偉いのです。そうです。もうね、時空、まあ、歪められましたね。いや、もうマジで洗脳されましたもん、うん、意外といけるなと思ったもん。いけるそう、いけるかな。あ、なんか新しい才能に気づいてしまったなって思った。マジか。もうなんか日付わからんようになってきたもん。あの6月24やったじゃないですか、この間のライブね、うんうん、ほんまのやるはずやったウィットーネさんでのライブは4月26っていう、なんかね数字がね、そうシンメトリーにやっぱちょっと歪んでるなと思った、うん、まあ、なるべくしてなった感じですよね。ね、すげえ、何の偶然。やっぱ歪めてもらって大正解やったということです。任せてください。もう、ね、日曜日ですよ、お昼やし。だってもう最後に最後にハピさんをやりたいがために、もう壮大な前振りをしたわけですよ。だから最後に井上さんが小声で、はい、そのためかとか言って、引っ張って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 、なんかそんな感じのことが聞こえて、なるほど、おっしゃってなった。そうそう、ちょっと次のお話してみたいと思うんですけれども、この間のね、4月26日のライブ中に、発表がございました。
はい、9月11日ですね、大阪某所というふうにお伝えしてたライブなんですけれども、会場ミスターケリーズさんでまたやらせていただくことになりました。イエーイ、パチ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 、ドンドンドン、ヒューヒューヒューセルフ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 盛り上げ。昨年11月にね、バンド結成2周年ライブということで、やらせてもらいましたけれども、今回2回目の出演となります。やっぱり嬉しいですね、本当にね。そうそう、限定40席ということで、はい、なっておりますので、まあ前の時はね、70人弱ぐらいね、多分あのお客様来ていただいたと思うんですけれども、今回40席になりますので、まあ、あのソーシャルディスタンス関係ですよね。なのでぜひぜひ皆様、またお店のホームページからね、お願いいたします。お願いします。はい、というわけでたくさん喋らせていただきましたが、そろそろお時間になってまいりました。ぜひぜひご感想やリクエスト、ほんで、あとはラジオ専用のメールアドレスがございますとか、ツイッターの質問箱までぜひぜひどしどしお待ちしております。はい、ではお相手は沢井春奈と牧野由紀子と小林沙織でした。 JC&C プレゼンツハッピーサニーデーアフタヌーン、次回もお楽しみに。楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。